軟高類の体制も敷きず、黄色の部位は頭胸部に該当する。頭胸部とは一部の接触動物の体の全部に用いられる名称。主に頭部と胸部から融合した合体説を示す。接触動物の体は基本的に共通の構造を持つ大切の繰り返しで構成されている、いわゆる大切性を持つ。しかし、関係動物に見られるような素直な形ではなく、 それらが数節ずつのまとまった構造となっているものが多い。これを合体節という。節足動物、特に六脚類と甲殻類の体は、頭部、胸部、腹部と区別できる。頭部には目や触覚などの感覚器と甲器が集まり、胸部には歩行用の足が並ぶ。腹部には遊泳用の足があるものもあるが、六脚類のような対価的な群もある。ところが、 この頭部と胸部がさらに融合して明確に区別できない例があり、それを頭胸部という。頭胸部が見られるのは主に甲殻類である。頭胸部は合体節がさらに進んだものと考えられ、運動能力等においてより効果的な活動が可能になっていると考えられる。カニやヤシガニでは腹部を頭胸部に密着させることで体全体を 単一の塊にまとめることができ、運動能力が特に高い。ハサミ角類の前、体という一つの合体説は同時に後期と不足を持ち、これも一般に東胸部と呼ばれている。しかし前、体を構成するほとんどの体説は、他の節足動物の頭部に相当するものである。したがって、ハサミ角類の前体は機能として頭胸部的で、あるが、 他の節足動物の頭胸部のようにもともと区別された二つの合体説から二次的に融合した部分ではない。角長拳甲殻類の場合、例えばカニエビアドカリなどが属する10脚類の体は頭胸部と腹部の二部からなっている。頭胸部には見かけ、状態説はなく、しっかりと一つにまとまり、目、触覚、後期、ふわしなどがある。腹部は多数の大切に分かれ、 覆面にはヒレ状の付属子がある。カニの場合には腹部は扁平で小さく、頭胸部の覆面に折り曲げられているので頭胸部だけが目立つ。しかし、それ以外の甲殻類の場合、頭部と胸部は区別できるものも多い。例えばわらじ虫やフナム虫などの頭脚類と横エビなどの短脚類は、昆虫のように頭部と胸部がはっきり分かれている。カブトエビのような背面から見て、 頭部と胸部の区別がなくても、覆面から見れば、はっきり区別できる例もある。これは、肺甲というものが発達し、それが、背中側から、体の全半部を覆うためである。肺甲が全身を覆ってしまい、ミジンコや、貝エビのような二枚貝状のものもあるが、大前半を覆えば、上から見れば、頭部と胸部の区別が見えない。エビやカニなど十脚類では、肺甲が後方と側面に広がって、 胸部を覆っているだけでなく、その側面が胸部の付属子の基部で密着しているため、頭部と胸部は完全に一体化した形になっているものである。背校の内部には付属子の外枝であるエラが収まって、おり、エラ空となっている。クモの体の構造。1、付脚2、全体3、5、体クモ、サソリ、カブトガニ類などが属するハサミカク類は、基本的に前。 体と後体の二部に分かれる体制を持つ。全体は頭部らしい機能だけでなく、同時に他の節足動物の胸部らしい機能を主になっていた。これによって前体は頭胸部、後体は腹部とも呼ばれる。ただし、ハサミ角類の前体は、先節と前の6つの体節によって構成されるものであり、体節性的にはむしろ他の節足動物の頭部に相当する部位である。 したがって、ハサミ角類の前体、頭胸部は、もともと区別された頭部と、胸部から二次的に融合した部分ではない。一部の群、例えば、ヤイトムシコヨリ虫とヒヨケ虫などの前体の後二節が、分節した例もあるが、目、口、ハサミ角のある大節は、少なくとも、不足のある四節の前二節と一つにまとまり、頭部のように、 不足のある大切から分離した例は全く見当たらない。海雲類の場合、糞、ハサミし、触手などを持つ部位は、一見で頭部として、明瞭に区別できる。しかし、この部位と第一脚の節の接続部は融合しており、分節は存在しない。したがって、前述の部位と第一脚を持つ節は一つの合体節であり、まとめて頭部と扱う。 昆虫では一部のものに頭部と胸部の融合が見られる。例えば、カメムシ目のタモミズムシカ等にその例がある。ABA、ダンロップ、ジェイソン、C、ランズデル、ジェームズ、セグメンテーションタグモシスインチェリセロタ。 アーサラポットストラクチャーデベロップメント46、千四1467から8039、https コロンスラッシュスラッシュ www.academia.etu スラッシュ28212892スラッシュセグメンテーションタグモシスインチリセロタ、ウィンター、ゲルハルト、ペイリオイセパス、ペイリアパンタパスペイリアシア、パイクナガニドアーサラパズフロムザロアーデボニアン、 ハンスラックスレート、ウエストジャーマニー、https コロンスラッシュスラッシュ www.academia.edu スラッシュ5146832スラッシュ PALAEOISOPUS ペイリアパンタパスペイリアシア、パイクノガニドアーサラパズフロムザロアデボニアン、ハンスは %C3%BCCK、スレートウエストジャーマニー、ありがとうございます。